これから面接ですがどうですか？怖いです。ライブより怖いです。怖い。まあうまくいくといいんですけど。面接終わったじゃん。見たの。面接が終わりまして、多分合格かな。いやもう OK って言われたよ。 OK です。1週間に以内にぐらいに届きますって言われました。まあ、やったまあまあまあ安心です。面接いろいろ聞かれましたね。でも結構そんなにでかいことは聞かれなかった感じ。ドラマーかって2回確認されたね。いやなんかね、多分1回目が聞こえなくて、なんか、うん、何の楽器やるのって最初私ミュージシャンって答えたのね、うん、こうそしたらこうその後にあそうなんだ OK みたいな。であとね、多分最初ドラマって聞こえてて、あだからアクターって言われた、うん、そうそう、あっちからアクターって言われた。なるほど、ノーミュージシャンって。そうあのあミュージシャンねって言われて、その後に何の楽器やるのって言われて、ドラムをやるって答えて OK みたいな。もう全然なんかこう今までこう実力とかそれも聞かれなかったし、本当に 2,3 個だったよね多分。結構少なかったね。ちょっともう一つあったはずなのにそれを忘れましたが、何年間やってるのっていうのと、そうだアメリカが初めてかっていうの、アメリカが初めてかっていうのと、このビザが初めてかっていうのと、あと何年やってるのってドラムをっていう感じでした。すごい短かった。よかった、イエーイ。じゃあ次は家族ですね。頑張って。じゃあまたね。